1996年、タイタン4の打ち上げケープカナベラル空軍基地第41発射施設は、フロリダ州のケープカナベラル空軍基地の北端に存在する現役の発射台である。現在は、ユナイテッドローンチ・アライアンスがアトラス部位の打ち上げのために用いている。以前は、アメリカ空軍がタイタン3とタイタン4の打ち上げのために用いていた。 カフスのタイタン3打ち上げ施設は、打ち上げ速度の向上を目的とした、組み立てから移動から打ち上げアプローチの一環として、建てられた。タイタンは、発射台の外で組み立てられて、ペイロードと結合され、レールで2つの発射台のうちの1つに移動される。タイタン3の施設には、LC-40 よび LC-41、バーチカルインテグレーションビルディングなどの組み立て棟。 そしてカフスで最初の線路がある。施設は1964年に完成し、4機のペイロードを運ぶタイタンファイクの LC-41 からの最初の打ち上げが1965年12月21日に行われた。LC-41 はタイタン4の諸女飛行の発射台にもなった。最後のタイタンの打ち上げは1999年4月9日に行われ。 タイタンイブブにより早期系海衛星 USA-142 が軌道に乗せられた。この打ち上げは、完成上段ロケットの分離に失敗して、ペイロードが静止トランスファ軌道に止まり、失敗に終わった。タイタンの最後の打ち上げの後に LC-41 は回収され、2002年以降、LC-41 は、ユナイテッドローンチアライアンスによって、 アトラス V の発射台として用いられている。LC-41 からのアトラス V の処女飛行は2002年8月21日に行われた。アトラス V はユーテルサットの静止通信衛星ホットバード6を軌道に運んだ。アトラス V は発射台の南にあるバーティカルインテグレーションファシリティの移動式発射プラットフォームで垂直に組み立てられる。このプラットフォームは 打ち上げのおよそ1日前にレールで発射台に移動する。衛星に加え、1970年代にタイタンはいくつかのプローブを LC-41 から打ち上げた。その中には太陽を研究するヘリオスや火星を訪れるバイキング、新宇宙を目指すボイジャーなどがある。また、LC-41 からアトラス V を用いて打ち上げられたより最近のプローブには 2004年12月のマーズリコネッサンスオービター、2006年1月のニュー、ホライズンズ、2011年8月のジュノー、2011年11月のマーズサイエンスラボラトリーなどがある。ありがとうございます。